ホセマリア・テクロ・モレーロス・イッパボンは、メキシコのローマ・カトリック教会の神父であり、メキシコ独立革命における独立派の一人である。1811年のミゲルイ・ダルゴ神父処刑後に、彼の主導権を引き継いだ。後に、スペイン軍に捕らえられ、1815年に処刑された。1765年、バリアドリードと解消。の町で、アフリカ系、先住民系。 スペイン系の血を引く、平凡な家庭の子供として生まれた。父のホセマヌエル・モレーロス・イロブレスは、バリアドリードの数キロ西にあったシンデウリオという、先住民系の村出身の大工であり、母のフアナマリアグ・グアダル・ペペレス・パボンは同じく、バリアドリード周辺のサンフ・フアンバーティスタ・でアパセを、出身であった。バリアドリードは当時繁栄しており、スペイン副王領の庭と呼ばれていた、イダルゴ神父とは、 父方の家系において遠赤関係にあった。二人ともコルテスの子孫であり、イダルゴは母方がコルテスの子孫であった。1790年、イダルゴ神父が学長を務める地元の神学校に入学し、卒業後の1795年より神父としての職務につき、カラクアロなどの教会に赴任した。1八百十年に始まったメキシコ独立革命において、 モレーロスは戦略家としての才能を示し、最も優秀な指導者の一人となった。1810年、モレーロスはイダルゴ神父らが放棄したことを聞き、イダルゴ神父の軍勢がバリアドリードに立ち寄る際に、自らもバリアドリードに戻り、面会した。イダルゴ神父の説得で放棄に加わることを決め、一旦、カラクアロに戻り、そこから20名の同志と共に、南へ向けて出発した。 途中、各地で民兵が加わり、約700名の軍勢となった。モレーロスは、最初の9ヶ月間で22回の勝利を収め、3つのスペイン軍部隊を撃破し、現在のゲレーロ州にあたる地域を占拠した。同年12月には、サンディエゴ要塞を除くアカプルコを占領した。翌1811年1月に、スペイン軍援軍は、モレーロスの包囲を解いたが、 モレーロスは素早い進軍で現在のミチュアカン州やゲレーロ州にあたる太平洋沿岸地域のスペイン占有地を手中に収めることができた。1811年5月24日にはチルパン信号を占領し5月26日にはティクストラを得た。第二次作戦においてはモレーロスは軍を3グループに分けた。この作戦における最も重要な戦闘は クアウトラで行われた。1811年のクリスマスイブには住民たちに町に迎え入れられた。翌1812年2月9日からクアウトラの町はスペイン軍によって包囲された。包囲から58日後の5月2日、モレーロスは包囲を破り第三次作戦を開始した。第三次作戦の主要な勝利は1812年6月8日にシュトラ、 8月10日に手和ン、その他に、オリザバ、オアハカ、アカプルコでなされた。1812年10月28日、モレーロスは1万の兵でオリザバに到達した。町は600名のスペイン兵が守っていたが、交渉によって無血降伏し、1812年11月25日に、モレーロスはオリザバに入った。アカプルコは1813年4月12日に、 陥落させ、サンディエゴ要塞からスペイン軍を放逐した。1813年、チルパンシンゴ議会を召集した。議会は、モレーロスの管轄下にある各地域の代表から構成され、彼の国民意識という文書で形付けられていた社会的、政治的なプログラムを検討するために設置された。議会は古代アステカの地名にちなんで、アラワク議会と自称した。 1813年9月13日、議会は国民意識を承認した。文書では、メキシコのスペインからの独立を宣言し、カトリックを確立させ、政府に行政、立法、司法の各機関を設けることなどを明記した。個人の財産権の尊重を宣言し、植民地政府の生産物を没収するとした。また、メキシコで生まれたものすべてを含んだ。 アメリカ人の名のもとに、奴隷制と人種分離を禁じ、拷問、加藤政治、徴工などの制度も廃止することなどが含まれた。以前から、モレーロスは、インディオ、メスティーソ、ムラートなどの差別的故障は廃止すべきであり、メキシコで暮らす者は皆平等に、アメリカーノと呼ばれるべきだと主張していた。議会は、モレーロスに相当の役職名を提案したが、 それを断り国家奉公人と呼ぶように要請した。議会は1813年11月6日に独立を宣言した。その後、軍事的には敗北が続いたが議会をアパチンガンに移し、1814年10月22日アパチンガン憲法を交付した。弱い行政府と強い議会を基本とし、 モレーロスの求めたものと多少異なったが彼は情報した。議会召集後、モレーロスは第四次作戦を実行したが、1813年末にバリアドリードで敗北し、それ以降は劣勢となった。1815年11月、新しい議会を守る最中、テズマラカで敗れ、モレーロスはスペイン軍に捕らえられた。彼は鎖に繋がれて、 メキシコシティに移送された後、裁判にかけられ、反乱罪で死刑を宣告された。1815年12月22日、メキシコシティの北に位置するエカテペックの町で、ホセ・マリア・モレーロスに対する銃殺刑が執行された。メキシコシティで処刑されなかったのは、世論を刺激するのを、スペイン副王政府が恐れたからである。彼の死後は、ビセンテゲレーロが引き継ぎ、 メキシコ独立革命は継続された。現在まで、モレーロスは、メキシコの国民的英雄とみなされ続けている。モレーロス州や、モレリアという都市名は、彼にちなんで命名された。また、50ペソ紙幣には1997年から、彼の肖像画が描かれており、かつては1ペソ硬貨、発行年、1957年から1967年、銀100、 線などにもデザインされていた。その他、モレーロススタジアム、モレーロス港、モレーロス駅、通信衛星、モレーロス、サトメックス社が1985年から1998年に、運用、メキシコ政府専用機などにもその名を止めている。ありがとうございます。